梅雨も中盤を過ぎ、太陽が殺しにかかってきてるなと言いたくなるほどの暑い日々がやってきました。いや、ほんと暑いんですけど。葉っぱ食わない、葉っぱばっか食わないよ、葉っぱばっか食わない。暑さに弱いフレブルたちには気軽に外出できない季節がやってきました。近いで、今回はそんなフレブルにも安心な施設、ドギーズアイランドに行くっていう動画です。ということで、3匹が意気揚々と車へ向かいます。今回向かうのが小屋るの里ドギーズアイランドという施設へ向かいます。4年前引っ越しする前は東京の東側へ住んでいたのでよく行ってたんですがね、調布に引っ越してからは遠くなったので初めてです。じゃあ行ってみましょう。ちなみにドギーズアイランドがどこにあるかというと、こちら千葉県八街市小屋る。漢字で見たらちょっと読み方迷っちゃう、八街市小屋るです。アクセスについてはドギーズアイランドさんのホームページからアクセス情報を拝借。首都高の都心環状線飯倉インターチェンジを基準にすると、最寄りインターの桜インターチェンジまで40分、そこから下道15分、川崎の浮島インターチェンジを基準にしてアクアラインを使った場合、山田インターチェンジで降りてそこから下道15分の場所。電車で来る場合は JR 総武本線で八街まで行って、そこからタクシーで15分だそうです。で、改めてドギーズアイランドさんのご紹介。ドッグプール付きのリゾート施設で、レストランやワンコグッズのお店などがあり、その場所だけでいろいろ完結しちゃう施設です。プールは宿泊者しか使えませんが、ジャブジャブ池のあるドッグランが日帰りで利用可能なので、暑い日のフレブルたちでも大丈夫。車で来た場合、止水のプレミアムアウトレットも近いので、ちょっと帰りにアウトレットでお買い物ってことも可能です。とか言ってると、かれこれもう2時間くらい走ってるので、幕張パーキングエリアで立ち寄ります。犬たちをちょっと外へ。ごめんね、疲れたよねって。そうでもなさそうね途中合流した小手主さんにみんなを任せて、飼い主はトイレ。ほんと最近よその飼い主に頼りまくりです。そしてこの時気づいたのですが、朝準備までしていたクールネックを忘れてしまいました。フレブルの飼い主にあるまじき行為、どうしよう。まさか取りに帰るわけにもいかないので、一路ドギーズアイランドへ。ドギーズアイランドだったらクールネックなくても水浴びできるし、固定主さん曰くこの後一緒に遊ぶ予定のムツくん、ハルくんの主さんが予備持ってるかもよーというので、それに期待。っていうかさ、そんなクールネックの予備持ってるなんて準備のいい人いる？固定主さん適当なこと言ってない？大丈夫？そしてリゾート感満載の施設が見えてきました。こちらがドギーズアイランド。まずは駐車場に停めます。駐車料金は1日800円ってことで到着。先についているムツくん、ハルくんファミリーと合流です。クールネックの予備もし持ってらしたら助かるな。そんな都合のいい話あるわけないよね。そして早速合流のムツくんとハルくん。こちら次男のムツくん、そして元気いっぱい三男のハルくん、そしてカメラには映ってないけど3年前お空組になった長男の福くん含めた3兄弟のご家族です。それではみんなで受付へ。あ、ねえねえパパさん、クールネックの予備って、あるの？貸してー。ということで貸してもらえることになりました。すごい、こういう大人になりたいと心底思いました。転ばぬ先のクールネック、いやはやこれで一安心です。
綺麗だね、ロギーズ。そしてこちらが受付です。で、ここでなんとチャンネルを見ていただいている方からお声がけいただきました。嬉しい。 ありがとうございます。おもちゃさん、おもちゃちゃん、え、何歳ですか？どうした、また若い。あ、桃と同い年だ。じゃあ、うん、今年4歳なんです。え、女の子だ、かわいい。かわいいね。このまま出していただいてもビデオに。全然いいです、ね、あそこの番号だけ消してます。はい、わかりました。すいません。いやねー、ね、よかった。ありがとうございます。受付には狂犬病とワクチンの接種証明が必要なのでご注意ください。また飼い主1人と犬3匹の日帰り利用料金はこちら4500円。そして福君一家からクールネックも借りて準備万端。中型犬、大型犬のドッグランへ向かいます。チーズさんとももちゃんは小型犬エリアでもいいんですけどね。Pさんやムツくん、ハルくんが入れないので中型犬、大型犬エリアへ向かいます。あれ、Pさんもう疲れてない？大丈夫？こちらが中型犬、大型犬のドッグランの入り口。じゃあ入ってね、水浴びしながら遊びたいと思います。早速水に入ってるムツくん、涼しそう。チーズさんもね、水入って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 。いや、飲むなって。飲み物じゃないよ、チーズ。なかなかね、みんな怖がって水入らないですね。もう仕方がないので無理やりジャボン。虐待じゃないんですよ、熱中症を予防するためですよ。頭隠して尻隠さずのフィーさんも拉致をしてジャボン。ムツくん、ハルくんもね、すっかりもう水浴びした後です。やっぱ黒い子はね、すぐ熱くなっちゃいますからね。びしょびしょ。すっかりボールに夢中のチーズさんだけど取り上げて、やっぱり熱中症の予防のために水へ。そしてやってきたのがさっき出会ったおもちちゃん。元気。入ったらどうすんだ、そっから先。ここで止まるのか。頑張れ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 頑張って、ほら頑張れ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 。もう入ってるよ。大丈夫大
頑張って。頑張れチーズ。頑張れ。チーズこっちから登ったら。お。お邪魔しない。そう、そこ使って。お前邪魔しない。頑張れ。頑張れ。チーズさんが女性陣にキャーキャー言われてるのをよそに、時間は12時に。そろそろお腹も空いたので休憩がてらご飯を食べに行きます。こちらメインダイニングのフォレストテラス、ビュッフェスタイルのレストランです。今回ビュッフェはパスということで他のお店に。こちら小屋るベーカリーさん、撮影してないけどパンがすっごく美味しそうでした。そしてお隣にあるのが洋食屋さん、日暮らしの里さん。大人のお子様ランチとかちょっと気になる。そしてさらにお隣に長崎ちゃんぽん。ちゃんぽん好きなんだけど暑いしな、どこにしようかなとみんなで悩んでいたんですが、最終的には洋食屋さん日暮らしの里へ行くことに。ちなみに今まで見落としてたんですけど、反対側にダ・ヴェルデさんっていうピザ屋さんもあったそうです。次回行ってみよう。ちなみにこの一帯のレストランはみんな池を取り囲むようにあります。そしてこちらメニュー、洋食屋さんの定番メニューがぎっしり、どれもうまそうだけど、やっぱり選ぶのは果たして。そして4人中3人が大人のお子様ランチを選ぶという始末。いやもうこれ頼んだらね、全部食べれるでしょう。さてご飯も済んだので後半戦、なんか最近ワンパターンだけどいつも通り駆け足で行ってみたいと思います。もう少しお付き合いください。まずはのっけからボールの取り合い。私のよ、いや私のよ。その裏でハル君に絡まれている P さん飼い主さんのストップが入りました。 P さんをなんとかボールで遊ばせようとする飼い主、しかし P さん全然目もくれません。どうして。そしていつの間にか水に入る。そして未だに水の中のボールが取れないももちゃん。ここからはちょっと通常の速度で行ってみたいと思います。頑張って水に入るチーズさん、その先にあるのはボール。お、頑張れ、入ったぞ。カメ、あれ行けあれ取れないぞ。もう一回行け、行け、頑張れ、行け、あれ取れない。頑張れ、取れない。よし、今度こそ。いけ、あ、取れない。なんで取れないの頑張れ。もうちょいだ。いけ。もうちょい、頑張れ。あっ、こんちょ。あ、いけない。隙間に入っちゃった。あ、いけるかな。いけない。頑張れ。ああ、
取れたそして上がりたいけれどこっちは高くて上がれない。しかし反対側にはももちゃんがいる。どうしよう。ももちゃんを避けるように行こうとする。やっぱり邪魔なのね、ももちゃんが。よし、上がった。かわいそうなのでももちゃんにもボールをあげよう。さあ、おっ、ももちゃんは一発でいった。さすがの運動能力。そしてあまり絡んでこなかったムツくんがとうとう絡んできた。なんだろう、慣れてきたのかな、テンション上がってきたのかな。すごい匂い嗅ぐ。嬉しいね、仲良くしてね。そしてしっかり休憩したのが良かったのか、結構元気な P さん、あちこち動き回ります。熱中症に気をつけて、ちょこ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 水に入りながらあちこち動いてもらいましょう。これもね、アンチエイジングです。あ、自分から入った。そしてこちらももちゃん。ももちゃんいつの間にか自分から水に入るようになってきました。そして一瞬で取る。すごい成長です。そしてこちらチーズさん、もう何度も水に入ってるのにそれでも水が嫌みたい。そんなチーズさんをよそめに果敢に攻めるももちゃん。チーズさんただ眺めるだけ。そう、チーズさんはただ眺めるだけでいいのです。チーズさんには戦略があったのです。こうやってももちゃんが取ったものを奪えばいい。なんて女でしょうか。そして温泉に浸かるがごとくの P おじいちゃん。あまりね、長湯しちゃダメよ。こちら飼い主さんからのイエローカードを2枚くらい退場を食らったハルくん。まだまだやんちゃな盛りだからね。さて皆さん、お疲れ様でした。ってことでドギーズアイランドで1日遊びました。ジャブジャブ池のおかげで暑い日でも安心。でも水流がそんなにある方でもないので猛暑日だと水温がちょっと高くなるかも。なので真夏は暑さ対策もした上で行った方がいいかもしれません。ちなみに今流れてるのはセレクトショップ。なかなかの品揃いです。ぜひショッピングもお楽しみください。日帰りでもいいけど宿泊施設も素敵なのでいつか泊まりで遊びに行きたいと思います。泊まりできたら止水のアウトレットも行きたいな。あ、ちなみにこちらうちでも使ってるユリウス K9 のハーネス、これねとても使いやすくていいですよ。こちらフレブルにはとっても似合う G ドッグ、かわいい。ってことで皆さんもぜひドギーズアイランド行ってみてください。では、普段はね、こうやって犬たちがワイプで登場して適当に突っ込むってやってるんですけど、今回ちょっと時間がないので割愛です。よかったら他の動画でご覧いただきつつ、ぜひチャンネル登録お願いします。